こんにちは、キズナあかりです。今回は以前紹介した涅槃の自分なりの使い方を見つけたので、そちらの紹介をしたいと思います。基本的にはどういった場面でも全てのアビを使って一気に火力を伸ばすのがこのキャラの使い方かなと思いました。守り系のアビはないので、この時はこっちを、この時はこれを使うといったことはあまり考えなくていいので、脳筋思考で良さそうです。とりあえず自分がパッと思いついたことといえば、古戦場 150Hz の最終バーストにこのキャラを組み込んだら火力出そうだなってとこですね。今のところ光古戦場では速度ダッシュ編成については2年連続で同じ編成だったので、入れ替えてみたらどうなるのか試してみました。こちらのメンバーからハロジェナ、水着ハーマーをそれぞれ入れ替えてみて、ジャンヌ砲に合わせてみた際の1ターン火力を試していきます。武器、召喚石についてはこちらの編成で固定しています。ムーブとしては黒キリンのリキャが回るタイミングでメタトロン、トールの召喚効果を乗せた状態で2プラ攻撃をした際の火力を見ていきます。一応黒キリンを使ってもう一度殴るところまでで火力の確認をしていきます。まずは去年使った編成から見ていきましょう。準備はいいかい？我が刃、先駆けとならん。どうだ？まーちゃん、準備はいいかい？くじいてみせる。行くよまーちゃん。これでどうなるかしら。こちらが去年までの1ターンだとおそらく最高火力だと思います。約9600万程度を黒キリンも使って2ターン継続していますね。続いてはこちらと同じムーブを涅槃に入れ替えてやってみたいと思います。まずはハロジェナと入れ替えた場合です。
個人的にはこっちの方が涅槃一阿弥でのダメも伸ばせて、水着ハーマーの追撃もあるので火力が伸びると思っています。あとハロゼナの固有管理もしなくていいので、考えなくていいのが楽かなって。それでは確認してみます。我が旗にて勝利を導かん。期待しちゃうの。さあ覚悟するんだ。ラーちゃん準備はいいかい。どうだ。役に立つ保証はないぞ。我が刃先駆けとなら。役に立つ保証はないぞ。ラーちゃん準備はいいかい。悪しき意志くじいてみせる。いくよまーちゃん。これでどうなるかしら。どうだ。役に立つ保証はないぞ。代償なしに成果を持って何が役に立つかわからないもの。始末くらいは手を貸そう。正義は我らが元に。私に続け。そこスイスイハリどうどうだ。逃がすスイスイスイそこスイスイどうはっどうはっ。代償なしに成果を。始末くらいは手を貸す。何が役に立つかわからないもの。正義は我らが元に。私に続け。そこすそこそこだ。やったっ。邪魔はっはっすいすいそこそこだ。今度はっ今度どうだ。いかがだったでしょうか。涅槃にするだけで1ターンあたり1億を超えるダメージになりました。涅槃に関してはジャンヌ砲もその後の攻撃もシングルアタックだったにもかかわらず、全員 TA を出した先ほどの編成よりも火力が出ていましたね。やっぱり最高能バフはクッソ強いんやなって。続いては水着ハーマーを涅槃にした時の火力になります。こちらは涅槃の1阿弥とハロゼナの3阿弥が同じ枠みたいなので、よだめ5万アップがどこまで影響するかが気になります。水着ハーマーの追撃が3割が4人で12割に対して、ハロゼナが個人8割と全体の追撃割合については下がってしまいますね。とりあえず確認していきましょう。役に立つ保証はないぞ。
代償なしに成果を始末くらいは手を貸す。何が役に立つかわからないものだ。やけてやるぜ。こっちから仕返しだ。ラブリーに決める。正義は我らが元に。私に続け。くらくらくら。じゃあじゃあそこ。やる気マックスで遊ぼうぜ。くらくら。そこのそこ。クレイジーなハロウィンにしてやるぜ。何が役に立つかわからないものだ。こっちから仕返しだ。ラブリーに決める。代償なしに成果を。始末くらいは手を貸そう。正義は我らが元に。私に続け。そこだ。そこだ。じゃあそこそこ。やる気マックスで遊ぼうぜ。そこそこ。邪魔邪魔だ。役に立つ保証はないぞ。まさかのこっちの方が軽くが出た結果になりました。ハロジェナ3アビで涅槃が PA になっているとはいえ、1000万以上の差が出るとは思いませんでした。それでは、先ほどまでの3編成のダメージをまとめて比較したいと思います。涅槃を入れた編成の方が、昔の編成より火力が出ています。なので、火力だけ見れば、涅槃入りの編成の方が、速度出しには、使える編成になったのかなと思います。ただ、剣戦能力については涅槃のアビでデバフ祭りなので下がってしまいます。この辺は最後以外使わないか、古戦場ならオルポ使いまくればなんとかなるかなとは思いますが、また先ほどのムーブはどの編成も結局黒キリン待ちなので火力自体は上がりますが、速度的な面では大して変わらないと思います。私の以前までのタイムだとだいたい150ヘルを2分半切れる程度です。ただハーマーまたはハロジェナを外すことにより連撃キャラが減るので、ターンごとの硬直面で差をつけることはできるのかなとは思っています。まとめるとこんな感じです。これはあくまで昔と同じムーブをした際の比較なので、まだ思いつきの段階ですし、涅槃用のムーブを組めれば速度も変わってくるかと思います。またこれ以外でも涅槃は短期戦とかでめっちゃ強いので、もっといろいろな使い方を試してみようと思います。やっぱ手動での強キャラが追加されるといろいろ試せて楽しいですね。フルオートの強キャラは眺めてるだけで終わっちゃうのでちょっと寂しいです。それでは今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。